큰 것도 너무 엄청 많지. 지금도 살짝 흔들리잖아. 흔들리네, 역시. 노란색이 진도 후쿠시마 지역이고요. 파란색 지역은 3, 2 이렇게 처음으로 지진을 경험해봤어요. 辺りは暗い時間帯です。十分注意して行動するようにしてください。繰り返し地震の情報をお伝えします。気象庁によりますと、午後11時56分頃、東北、関東地方の広い範囲で地震を観測しました。震度5弱を観測したのが福島県の楢葉町川内村となっています。揺れているように思います。ご覧いただいていますのが茨城県日立市の地震発生時の様子です。こちらは地震発生時の茨城県水戸市の様子です。画面が小刻みに揺れているのが確認できます。次第に激しくなり、かなり激しく上下にカメラが揺れています。音を立てて画面が揺れているのが確認できます。信号などは明かりが灯っていますが、かなり揺れが激しく確認できます。여러 번 왔나 보네. 한번 오기.